はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。高く積み上がっていたフィギュアタワーの方ももうこれで最後。はい、こちら僕のヒーローアカデミアのプライズフィギュアシリーズエイジオブヒーローズの第5弾、打表記の方はレッドライオットの方か、レッドライオットこと霧島英二郎くんの紹介です。パッケージの方は霧島くんらしい赤色に、やっぱりアメコミっぽくここにバーコードがついてる。背景の方にはなんか肩アーマーっぽいような歯車もあるね。パッケージ写真のこのドット調になってる感じがすごくいいな。いやなかなかいい笑顔をしてますね。逆からも上を向いていい笑顔で、箱の後ろには全身とちゃんとヒーローネームのレッドライオットと本名の霧島英二郎2つが書いてある。なんか撮った時の衝撃なのか箱が若干開いてるな。とりあえず開けていきましょう。プルスウルトラズー。このシリーズは確かそんなに組み立てがなかったような気がする。あちょっとある、頭だけか。入っていたのは生首と胴体と台座。生首状態でもいい笑顔は健在だ。もう組み立てはいたって簡単。首をガチャ痛い。これ髪の毛ツンツントゲトゲしてるから持つとこ気をつけないと割と痛いな。ちょっと痛くなさそうなところに いいツボをしてくれるわ。首をつけたら完成。自立の方はもう全然余裕でできる。まあでも一応台座にはつけとくだけつけておこう。というわけですんなり完成したんで、こちらレッドライオット見ていきましょう。今の季節見るとなかなか寒そうな格好してるね、霧島英二郎くん。というわけでまずはお顔の方から。さっき首を接続する時もなかなか痛かったくらいのトゲトゲヘア、赤く鋭く、もうほんとトゲトゲというかトゲそのものみたいな。おでこのこの2本の髪の毛もだいぶ角っぽく見える。多分これで頭突きしたらすごい痛いだろうね。で顔の方にはヘッドギアっていうのかな、鼻の上だったり顎のところ、あと顔の横、かなり守られてる箇所が限定的だねこの装備やっぱり。そして表情の方は2カット爽やかな笑顔で、個人的な好みなんだけど、ここ口のギザギザの歯、ギザ歯の部分がね塗装で直接描かれちゃってるんですよね。個人的にはこう線を直接描くんじゃなくてモールドとかでなんか境目を表現してほしいなっていう感じはあるんですよ。そっちの方が立体的だしリアリティもあるから。そして幼少期に個性発動によって傷がついてしまった左目の上の方ね、これちょっと見えにくいんだけど一応傷っぽいのは入っています。そしてなかなか寒そうな上半身部分、筋肉造形がなかなか引き締まってバッキバキだね。胸筋だったり腹筋だったりがすごいことになってる。首周りの鎖骨だったり首筋もすごくリアリティある感じで造形されてる。そして両肩には歯車のような肩アーマー、これついてて動きにくくないのかな。そして腕の方にアームカバーをつけていますね。このアームカバーって初期の頃はつけていなくて、必殺技を考える授業のあたりからこのなんだろう、コスチュームが若干アップデートしてこういうアームカバーがつくようになったんですよね。肘のとんがり方いいな、これ込みのアームカバーなのかな。普通の人体だったらこの腕の曲げ方でなかなかここまで尖んないはずだからね。そしてこのアームカバーの腕のシワ感がいいね。ぴっちりしすぎてないでちょっとなんか余裕のある感じの布、肘周りだったりここの肩近くのシワの寄り方がいいわ。手の形からもなんかやる気がうかがえるね。パーでもないしグーでもない、なんか中間ぐらいの開き具合でいつでもやれるぞといった感じの手の形をしています。そしてちょっとボディの方に戻って、肩からタスキがけ状に出てる謎の紐、ここはやっぱり背中部分まで続いていて、相変わらずここの紐の用途は分かんないけど一応軟質の素材でできています。で背中回ったついでに背筋の造形もいいね。中心にピーッと綺麗な線が入っていて、筋肉造形の方もなかなかリアリティがあります。絵描く時とかに役立つだろうな。ちょっとへこんでるこの辺りとかね、すごいリアル。相変わらず腰のど真ん中にはレッドライオットの R の文字、そして腰の方にはすでにビリビリに破けている布を巻いています。ビリビリに破けた布はなかなかこう中二心くすぐってくれる。やっぱり腰に巻いてる布のこのシワの寄り方もいいな。ちょっとだけなんかたなびいてる感じもあるし、現実世界でこのビリビリ感作ろうと思ったら本当にこの形に切り抜かなきゃいけないけど、漫画的表現だと本当こういう布の形はかっこいいわ。そして黒いズボンの方もだいぶダボっとしていてシワの寄り方がいい。たまにこういう服のシワフェチですかって聞かれるんだけど、イエスとしか答えようがないくらい大好き。僕もちょっと絵を描いたりするから服のシワをどう描こうかっていうのがね、今のところ全然うまくはいってないんだけど、こういうフィギュアだったり現実世界でこういう風にシワが入るんだなっていう風に観察してるとね、こういう服のシワの入り方好きだなっていうポイントが出てくるんですよねやっぱり。なのでシワフェチの方はイラスト上達のためのなんか副産物みたいなもんです。そして例に漏れずこのダボダボした感じのシワの集まり方いいね。後ろの方は
腰に巻いている布でほとんど見えないけど、ちょっと一旦大豆外して下から覗けばちょっと影になっちゃってるけど、これちゃんと奥の方までシワの造形施されていますからね。とりあえず大豆外したまんまで、あと靴の方、靴はかなり濃いめのダークブラウン、形自体はまあシンプルっちゃシンプルだけど、足についてるこれがゴールデンカムイのチンポ先生じゃねえや、牛山のおでこを思い出しちゃうな。そして足の方もなんか巻きついたように段差がついていますね。そこまで派手派手ではないけど、造形はこだわって作られてる感がある。そして足の裏は何もなし、フラット、かなりフラットです。特に滑り止めみたいな造形もなければ、ヒールの段差もないね。はい、というわけでエイジオブヒーローズのレッドライオットこと桐島英二郎くんの造形はだいたいこんなところです。せっかくだからちょっとこれとも見比べてみよう。アメイジングヒーローのやつの方、コスチューム遍歴で言ったらこっからこうっていう順番だね。それぞれ静と動のポーズの違いもあるんだけど、やっぱりこの2つのシリーズ見比べると塗装の感じも全然違うね。今回紹介してるエイジオブヒーローズの方が若干なんだろう、落ち着き目というか、あんまり原色バッキバキな感じの色合いじゃないんですよね。全体的にちょっと色味を抑えた感じの塗装になっています。まああとコスチューム的に言えば、腕のアームカバーのオンオフもあるし、これよく見たら肩アーマーの歯車のなんだろう、密度というか歯の多さみたいなのも全然違うね。絵に描くとしたらこっちの方が圧倒的に作画のカロリーが少ないからいいね。であと頭につけてる装備の方も若干違くて、前のコスチュームのやつだと頭の後ろまでこうぐるっと巻いてるのに対して、今回の頭の装備の方はこれ後ろ見て分かる通り顔の前面を覆ってるだけなんですよね。まあ、あとわずかな部分ではあるけど、デザインもちょっとだけ違うね。これ大幅な変化っていうより微妙なマイナーチェンジっていう落ち着いたあたりがいいわ。そしてせっかくなんで同じフィギュアブランドの他の人たちとも並べてみました。こうやって見るとエイジオブヒーローズは割と頭身が統一されてる感はあるね。本来だったらオールマイトもうちょいでかいんだろうけど、だいたい身長差なんかも合わせてあるんじゃないかな。オールマイトを除けばトドロキくんが一番でかいんだね。一応身長の設定的には桐島くんが170センチでトドロキくんが176センチ、トドロキくん俺よりでかいんだ。まあだからその辺のプロフィール的な部分でもちゃんと合わせてあるっていうのが並べるとよくわかりますね。いやーなんかちょいちょい集まってきて、やっぱりこうやって並べるといいね。というわけで今回は僕のヒーローアカデミアのプライズフィギュアシリーズエイジオブヒーローズの第5弾レッドライオットこと桐島英二郎くん紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。すでに出ているものとの差別化なのか、コスチュームが更新されてるのが良かったね。基本的にこのシリーズは地に足ついたようなポーズで、まあ、ちょっとおとなしめのポーズではあるんだけど、それでもなんとなく桐島くんのやる気をすごく感じる。あと多分前も言ったけど、やっぱりアニメでも最近出てきたね、必殺技のアンブレイカブル状態、あれもぜひフィギュア化してほしい。バッキバキっていう効果音があんなに似合う造形なかなかないからね。ぜひアンブレイカブル状態もフィギュア化してほしいもんです。そして多分おそらくだけど、次の動画もヒロアカのプライズ紹介になると思うんで、よろしかったらそちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。